様です。お疲れ様です。最近どうですか？元気です。あ、ね、お仕事もね、いっぱいじゃない？おかげさまで、ね、増えてきて上京することができたんで、イエーイ。新居はあれからどうですか？新居は変わってないです。変わってないの？まだ冷蔵庫の引き取りきてへんし、まだソファーも買ってなくて、うん、めっちゃ優柔不断なんですよ、うんうん、だから一生ソファー決まらなくて、ずっと何ネットサーフィンしてます。プライベートはどうですか？スキピー欲しいです。そんなカホに質問なんですけど、はい、最近いつエッチしましたか？そう、これ知ってますよ。私初めてじゃないですよね。ほんまにしてないんですよ。助けてほしいぐらい。どのくらい？覚えてる限りでいいけど。去年の冬、今年入ってやってないんですよ、うん、やばくないですか？あ、でもお仕事が充実してるからね。そうですね、まあ、でも今はあの恋愛より仕事優先って感じでやってるんで、とかすみたいやん、なんかそう、好きな人できたらね、それは全然 OK なんで募集してます。じゃあ引き続き撮影頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、はい、最近春なんですけども、ね、いかがでしょうか？やっぱ暖かくなってきて、あの今日から晴れるみたいなんで、まあ、昨日のね雨の気持ちは起き去ってハッピーに行きたいと思います。なんか最近地毛面でめっちゃ合ってますね。あ、合ってる、ね、やっぱうちらは暖かくなると集まり出すんでいい感じで集まってます。なんか最近の恋愛事情が聞きたいなみたいな。恋愛事情か。でも普通に常にいます。どうですか最近、いつエッチしましたか？エッチですか？はい。でも本当リアルに普通に昨日やってます。すいませんお幸せそうで、はい、お肌のツヤとかにもねつながるので、皆さん積極的にしてください。はい、以上チキさんでした。なんかセクシーですね、服装が。めちゃくちゃ、はい、なんか夏になってきました。夏からまだ春かということで、はい、最近ね、あの家公開もして。あ、はい。反響どうですか？なんか両方でなんか友達が結構誘ってくれるようになりました。特にあのなんか東京の人とかはあんま遊ばなかったんですけど、遊ぼうみたいな、いろんな人と会う機会が多くなりました。めちゃめちゃいいですね。ありがとうございます。ということで、はい、最近いつエッチしましたか？最近ですか？いや、なんかちょっと前もこの多分私言ったんですけど、今年は処女です。うん、お店のオープンとかもいろいろ重なったんで、めっちゃ忙しくて、そろそろ落ち着いてきたので、誰かお願いします。これでいいですか？スキピーとかは？私かあの彼氏とか好きな人がいなくて、うん、でもやっぱキャリアウーマンとかさ、仕事に走ってるよ女性ってね。時間がないんや。趣味が最近仕事なんじゃんって言われて、それに気づきました。趣味がそうやから、プライベートの時間も多分そっちが多くなっちゃう。でも今年はちょっと絶対見つけるって決めたんで、よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかだいぶ大胆な格好ですね、まやさん。お気に入り、最近お気に入りのお洋服です。おということで、はい、最近、まあ、春になってきたじゃないですか、うん、ね、ナッツでね、なんかしたいねって言ってるんですよね。そうなんですよ、ねね、お花見しようって言ってたんだけど、ちょっとなんかね、みんなのスケジュール的にもちっちゃいかなみたいな感じだったんで、バーベキューとかしたいなと思って。しかもまああれですね、5月から雑誌の撮影期間また始まるんで、それに向けてみんなで頑張ろうっていう回やりたいなって、さっき編集部の方とお話ししてましたね。うん、最近あれどうですか、プライベートは？プライベートいい感じですよ。ということで、あの毎度恒例の、怖っ、もうそれだよね。いつものだよね。最近いつエッチしましたか？いつエッチだ、あのね、明確には覚えてないの。でも3月入ってはしました。うん、最近どうですか、いい感じ？はい。いや、もう普通にまあまあまあいい感じですねって感じ。ありがとうございます。それだけですか？はい、いつも本当ありがとうございます。
疲れ様です。お疲れ様です。可愛いね今日も最近どうですか？最近は楽しいかも。楽しいです。なんかさ、なんか幸せオーラがなんかね出てるような、出てないよ、出てますねということで、あの最近の恋愛事情をねみんなに聞いてるんですよ、うん、どうですか恋愛事情ですか？まあまあまあって感じですねということで、じゃあこの勢いで、はい、最近いつエッチしましたか？なんか明確に覚えてないけど、お、どなたとは言えないですか？まあ好きな人じゃあやっぱり幸せオーラはあれですね、うん、ちゃんと幸せっていうことで幸せです。よかったです。ありがとうございました。じゃーん、じゃーん久しぶりだよね。なんか最近どうですか？最近まあまあSNS の通り元気に楽しく人生を送っています。あ、あったかくなったしね。確かにね。ということで最近のプライベートみんな気になっているんですよ。どうですか？出たよ。まあまあ皆様が思う通りじゃないでしょうかなんかじゃあ、あのね、あの毎度恒例の質問したいと思うんですけども、最近いつエッチしましたか？出たー久々でこれか最近いつか、おとといで、相手はまあもちろん皆様がおなじみのカイトです。なんか生々しいかやだじゃあ引き続き春楽しんでください。はい、楽しみます。バイバーイ。こんにちは。こんにちは。まあ、あゆみの場合は最初から言っちゃいますね。最近いつエッチしましたか？2週間前ぐらいですね。お、お相手は？お相手普通です。普通ですとは？なんか最近キュンキュンしたことないんですか？ないですね。最近のプライベート事情とかは？プライベート事情、恋愛事情。ああ、久々に元彼とご飯行きました。わっ、じゃあ充実ですね。普通に生活してます。謙虚です。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。今日はちょっと、はい、素敵な撮影を。あ、素敵でしたテンション高い。お楽しみに皆さんあのですね、今皆さんにですね、はい、いろいろ聞いてまして、はい、いつ一致しましたか？またかもしれない。2ヶ月前かな。もともとそういう、あのこういう感じのが好きじゃなくて、めんどくさいなってタイプなので2ヶ月ぐらい前だと思います。素晴らしいです。じゃ引き続き、はい、お幸せに、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。最近のみんなのなんか会ったこと聞いてるんですよ今、はい、昨日まで沖縄に行ってました。おお、見えるわ。沖縄4日間行って、はい、4日間中2日間熱で寝込んです。いや声ももう出ない。ちょっとかわいそうなんで、あの、あの早めに終わるんですけど、はい、今皆さんに聞いてて、はい、最近いつエッチしましたか？あー、出たな。久々ですねこれだいぶでも動揺しないねみんな。いやもうしないです。いつ1週間前とかですかね。どなたと？好きな人。じゃあいろいろ順調ですね。そうですね。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思うんだけど、グンナマさんのチャンネル登録お願いしますバイバーイ。気をつけてねー